にちは、柳です。今回はね、ボールパイソンの卵の途中経過をご覧いただこうかなと思います。まずはじめにね、どういう風に管理をして保管しているのか簡単に説明したいなと思います。うちではね、木製ケージの中に卵を保管してます。普段はね、こういう風に普通に蛇を入れて飼育をするケージなんですけど、毎年ね、卵が産卵した時はケージ1台2台をね、卵用として使ってます。上にね、ダントツの M サイズを置いて、温度が 30.2 度の湿度が 60% ですね。ただね、この 60% っていうのはあくまでもこのケージの中の湿度なので、卵が保管されているケースの中っていうのはもっと高いと思います。じゃあね、早速卵を見ていきたいなと思います。ちょっとね、暗いんで電気をつけます。これがね、4月の15日に産卵した卵です。で、その隣がね、5月の12日ですね。一番左側がね、5月の16日ですね。実はね、5月の12日にこれですね、動画にもしてるんですけど、5個産んだんですけど、残念ながらね、産卵から2日後、3日後ぐらいにはダメになってしまいました。なので4つですね。他のはね、全て今のところ順調に育ってくれてんじゃないかなと思います。普段はね、パッと見て終わりなんですけど、たまにはね、絢爛でもしてみたいなと思います。こういう風にね、血管がどんどんね、増えて太くなってったりするんですよね。そうするとね、あ、順調に育ってくれてるんだなっていうのが分かりますね。この卵がね、4月の15日なんで、今月の20日前後にはハッチしてくれるんじゃないかなと思います。続いてね、5月の12日に産卵した卵なんですけど、1個ね、すぐダメになっちゃったので、ちょっとね、心配なんですけど、他のはね、順調そうですね。安心しました。そして最後の5月の16日、大丈夫そうだな。全てね、順調そうで良かったです。全部ね、元気にハッチしてくれたら嬉しいなと思います。今月中にもハッチする卵もあれば、この子なんてこれから産みますっていう感じなんですよね。いつ産んでくれんだい。今季一番数産んでくれるんじゃないかなと期待してるメスなんですけど、もうね、映像だと分かりづらいんですけど、この辺のね、膨れ方がすごいんですよね。伝わりづらいな。きっとね、たくさん産んでくれるんじゃないかなと思ってます。またね、産卵したら、この子が産卵したらね、動画にしたいなと思うので、楽しみに
待っててください。それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。